ことにしきのぼるは、香川県関音寺市出身で二所の関部屋所属の大相撲力士。身長177センチメートル、体重120キログラム。特異種は、右四つ、より、取ったり。最高位は、東小結。現役引退後は、佐渡が学部屋を起こし、横綱こと桜たちを育てた。1938年1月場所初土俵。 1944年11月場所で、新入幕してから1955年5月場所の引退まで幕内に連続31場所在位する。師匠玉西木譲りの速攻が心情で、右差し、左押っつけで一気に出る取り口が特徴の大物杭で知られた。時には、立ち合いから取ったりの奇襲を見せたりし、横綱、千代の山を大の得意とし、 通算7勝8敗と互角に戦った。1946年6月14日から大阪市安倍野橋において、晴天11日間開催された大阪準本場所で11戦全勝優勝。本場所ではないので公式に優勝力士として認定されてはいないが、番付に影響しないこと以外は、本場所と同列に扱われたので力士は本場所同様の真剣勝負を行っており、 その中での前勝は評価され、名古結びと呼ばれている。引退後は、年寄り、佐渡が学を襲名して二所の関部屋で、更新の指導に当たるが、1955年9月、佐渡が学部屋を起こし、独立前からのうちで死だった大関琴ヶ浜、直弟子から横綱琴桜、関脇長谷川原を育てた。自身の独立に最初苦労したが、 弟子のこと桜が独立の意思を持っていると知った際は、もう反対、ない弟子を見つけると強引に自分の部屋に入門させたりもした。嗜名の中にあることは、こと二式の地元にあること団やわたぐに由来する。東京大空襲で被災した、給料国国議官の修理が未完了で、開催されなかった夏場所の代替。ありがとうございます。